出せん。貴様を打ち砕く。どうもドラキーです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況をやりましょう。今回は火炎沸卓強の S-MAX 雨の村雲を、特集していこうかなって思いました。で、火炎強に関してはもう皆様ご存知の通りめちゃめちゃ強いキャラですよね。で、もうほんまに強いんですけど、その中でも一番強い要素、僕が思うにはこのオロチナギやと思うんですね。やっぱりですごいえげつないぶっ飛んだ火力が出るのに怒りを下げてさらに怒り回復速度まで、下げてしまうっていうのはほんまにもうチート級で、バランス崩れてるなって思いますね。僕が使ってて言うのもなんなんですけど、これはちょっとやりすぎやろうっていう強さの必殺技の持ち主。じゃあこのただでさえねぶっ壊れてるこのオロチナギ、これが S-MAX になるとじゃあどうなるねんっていうところですよね。もうとんでもないことになるんじゃないかっていう、めちゃめちゃすでにぶっ壊れてるのにどうなってしまうんだっていう感じはありますよね。今回そこをちょっと、解説していこうかなと思いました。じゃあこの雨の村雲についてちょっと読んでいきましょう。片手で炎を投げ敵横一列を攻撃、2ターンの間自身のダメ増ダメ減を 35% 増加で、ターゲットに強の炎効果を付与し、メインターゲットに追加ダメージ、怒りが多いほど追加ダメージが高いで、敵のターゲットの怒りを300減少させ、1ターンの間怒り回復速度を 95% 減少させる、やけど効果が付与されている格闘家に 20% の追加ダメージを与え、行動制限、石化または困惑された味方非属性格闘家全員の状態異常を打ち消す。で、味方に本能よりがいてターゲットが1人の場合、合体技に変わります。で、その合体技は1回の戦闘につき1回だけ発動できます。で、ダメージ比率が敵横一列の場合が 360% で、本能よりとの合体技になると 532% になります。で、マックスオロチナギの時からと比べて変わった点で言うと、ダメ増ダメ減の数値が上がってますね。マックスオロチナギの場合が 30% なんですけど、これが 5% 増加して 35% に上がってます。で、怒り回復速度、減少の数値も上がってますね。これ 90% やったんですけど 95% に上がってます。で、怒り下げる量自体は、据え置きですね、300のまま。で、大きく変わった点で言うと、味方非属性格闘家の状態異常を打ち消すが追加されてますね。で、しかも全員なんで、僕のチームで言うと例えばアッシュとネームレス、この2体が状態異常石化とか困惑入っててもこの雨の村雲さえ打てれば一斉に解除できます。ゲニみたいなイメージなんですけど、ゲニよりも強い点で言うと石化困惑も全部打ち消します。だからデバフも解除できるっていうところですね。それはやっぱめちゃくちゃ強いし、炎キャラに寄せれば寄せるほどこの効果は、シナジーがどんどん生まれていきますね。で、もう一個、やけどが付与されている格闘家に対して 20% の追加ダメージを与えるっていうのがあるんですけど、これちょっとねよくわからないですよね。やけどって言ってもいろいろあるじゃないですか。今、最初はもうほんまに黒強の普通のやけどでしょ。で、マイもそうやし、チンゲンサイもそうです。もう一番しょぼいやけど、ただのやけどですね。あれもやけどやし、で、あと、オロチクリスが持ってる、魂燃焼もやけどでしょ。で、アッシュの水炎。で、最近来た、サイキの、この黒炎ですね。サイキの黒炎もやけどやし、で、もちろんこの火炎鏡が持ってるやけどもやけどやし、で、そのやけどっていっぱいあるんですけど、じゃあこれ、一体じゃあどのやけどに対応してるねんって思いますよね。で、今日が使う必殺技なんで、やっぱり今日のやけどにしか対応してないんじゃないかっていう考える人もいると思うんですけど、実際のところどうやねんって思いますよね。で、それによっちゃこの必殺技がほんまに強いかどうかがわからないじゃないですか、今のところ。一応確実に強そうな感じはするんですけど、これ見る限りでは状態異常が打ち消せるっていうのが大きい効果かなって
まあ、思うんですが、実際のところどうやねんって思ってると思うので、まあ、僕サーバー間アリーナで結構ね面白い戦いが1個あったんですよ。だからそれをちょっと見てもらおうと思って今回それを流していきます。で動画の方でも解説していきますので、まあ、早速ですけどじゃあそちらの動画をぜひ見てください。どうぞ。はい、これはサーバー間アリーナでほぼほぼ同じぐらいの戦力の人に挑戦した時の動画なんですけど、まあ相手の方の1チーム目なんですね。まだ僕のチームはもう2チーム目出てきてて、まあ、相手の方の1チーム目は今倒しに行ってるところらへんからスタートしてます。で火炎鏡が打ってネームレスの輪行で相手の方の1チーム目をこれで倒すんですけど、まあ、次に出てくるのがまあ1軍みたいな感じですよね。で相手の方これ面白いのが完全なホノパなんですよね。ネームレスもおるし、で本のユーリ以外はもう全部炎キャラっていう、本のトラなんですけど、まあほとんど炎キャラに寄せて、 しかも防御型がいないので完全にもうホノパっていう感じですね。今僕の空手が出てきて、まあ、ここからちょっとゆっくり見ていきたいんですけど、まあでもここまで炎特化に寄せてるとやっぱ見た目的にも相当かっこいいですよね。でここから相手の方の攻撃に入るんですけど、まずアテナで回復して、でネームレスは S マックスにはなってないのでマックス螺旋打ちますよね。で次ここで、ユリが出てきてアッシュ、これでまず火傷入れるんですけどゼロに、ネームレスは火傷吸収してます。でここからが面白い、前全体に火傷をつけてきますよ。雨の村雲、えげつないです。今見ました、ダメージ。ちょっとリプレイ流しますね。まずこの前の超必殺忍び鉢で全体に火傷をつけます。で火傷が付与されている格闘家に 20% の追加ダメージが入る、これはえげつないダメージになってます。はい、って感じで、やっぱりね主人公なんで S マックス恐ろしいですよね。でやっぱあえてうまいこと全体攻撃の火傷とかマイト使って絡めて、まあ、使うことによって 20% の追加ダメージもあれぐらいのね恐ろしい火力が出てくるので、えぐいなって思いました。っていうかもともとの火力自体がすごい高いので火炎鏡だから 20% による追加ダメージでもすごいもう恐ろしいダメージになってきますね。だ今後まあ炎キャラもいっぱい出てくると思うし、まあ、すでにもうサイキーが出てる時点でスキルでね1列やけどつけるので、まあサイキーと火炎鏡の相性の良さっていうのがほんまにえぐいなって思います。で今後は裏キャラのマイもね LR として多分出るでしょうから、まあ、確定されてますよね、マイは出ることが。まあ、それもおそらくすごい火傷をつけるキャラだと思うので、まあ、また火炎鏡とのね相性の良さっていうのが出てくるんじゃないかなって思います。まあほんま強いですね。僕も火炎鏡消耗まで開けてるので、
まあ、チャンスがあればもう一個武器取って SMAX ね、ぜひ解放したいと思います。では今回、火炎鏡の SMAX の動画ということで、まあ、この辺りで終わろうと思います。動画気に入ってくれた方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。で、Twitter もこの間からやり始めているので、まあフォローをねしてもらえるとありがたいです。では今回この辺りで終わります。ご視聴の方ありがとうございました。